はいどうも、ブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。今日もね、風水の話なんですけれども、皆さんね、自分の家の周りに塀を回してる方っていませんか？マンションとかアパートに住んでいる人だったらなかなか縁のない話ですけれども、一軒家に住んでいる人でしたらこれ結構ね、多いんじゃないでしょうかね。実はね、この塀も意外と風水と関係するんですよ。大体ね、塀の高さとかで風水的に理想とする高さっていうのは実はありまして、でそれがね 1.4 メーター前後がいいとされてます。で今度はね、それ以上になって 1.8 メーターとかを超えるものになると逆に運気が悪くなるって言われてます。そもそも塀はある方とない方とどちらがいいのかっていうと、ある方がいいです。ある方が運気が上がります。で敷地が狭い場合は塀が高いと、まあ日陰の面積が広くなって家も暗くなりがちになります。そうなると家の中の陰の気が強くなって健康面や精神面で問題が出てくることがあります。これがね、毎日のようにこの状態が続くわけなので、当然ね、状態としてはどんどん悪化していくわけですよ。でこれ普通に、まあ防犯面から言っても、高い塀は外からの視界となるために泥棒が入りやすい家になってしまうわけです。泥棒がね、侵入しても塀が高すぎて外から見られにくいわけですよ。で泥棒側からするとこれはね、理想的な家になってしまってるわけです。何度も空き巣に入られる家とかよく聞きますが、そういった家は大概外からの目が届かないような作りになってるんですよ。自らね、外からの目をシャットアウトしてしまってるんですよね。もう泥棒に入ってくださいって言っているようなもんです。あと塀とつながっているのが、まあ、家の門なんですけれど、これに関してもいくつか注意が必要です。門はできれば扉をつけるのが好ましいです。それと門は玄関と直線上に配置するのはできれば避けてほしいですね。これはね、まず防犯面からいくと、門からすぐ玄関の様子がうかがえる家っていうのは防犯面からいくとね、泥棒にとって理想的な家になります。もう玄関から外の門からもう家の様子、玄関の様子が一目瞭然なんで、あそこは入りやすいなとかってすぐ分かっちゃうわけですよ。なのでできることなら玄関から少しずらした位置に門を構えるといいでしょう。あとは玄関までの距離が長い家でしたら、何らかの植物を植えたりして直接玄関が見えないようにするのもいいと思います。風水ではね、玄関先の植物は気のエネルギーを高めてさらに浄化する作用もあるんで、これ運気が上がるって言われてるんです。で運気が上がっていくとね、まあ当然ね、マイナス面は何もないわけですから、いいことだらけじゃないですか。でしかもね、防犯面から言っても玄関が見えにくいんで泥棒にも入られにくいわけですから、まあね、たかだかね塀と思いがちですが、ちょっと気を配ることによって防犯面や、まあ、運気も上がるので、できれば皆さんもね、まあ、気をつけて、できることは試してみる価値があるんじゃないでしょうか。